昔ながらのお祭りを子どもたちに楽しんでもらい、地域活性化を図ろうと、四日市露天組合が開催したお祭りです。青空の下、四日市市市民公園には、ベビーカステラやリンゴ飴などを販売する22店の露店が一堂に集まり、多くの家族連れなどが楽しんでいました。今日は強い日差しが降り注いでいたこともあって、かき氷を販売する露店がひときわ人気を集めていました。かき氷の味はどうですか？美味しい。こういったお祭りとか全然やってなかったんで、子どもたちも嬉しいかなと思ってきました。2日間で十分祭りを経験してもらって、楽しんでもらって帰っていただけるとありがたいと思います。四日市お祭りマルシェは、明日も四日市市市民公園で開催される予定です。